三中元勝は日本のお笑いタレント。愛称は三ちゃん。吉本工業所属。NSC 東京高20期と同期扱い。ナインティナインの岡村隆のファンであり、岡村みたいになりたいと芸人を志した。お金を貯めて、吉本工業のお笑い養成所 NSC に入学しようと考えていたが、2010年7月から岡村が、 体調不良による長期休養に入ったため、同年9月4日放送のフジテレビ、めちゃにいけてる、にて新たなレギュラーメンバーを募集する全国オーディションを開催することが発表された。元から、めちゃ受けのファンであった皆川、は、これは運命だ、と思いオーディションに応募した。同年10月、新メンバーオーディションにて唯一一般素人と、から新メンバーに選出される。 同年12月2011年フジテレビ新春キャンペーンのイメージキャラクターに抜擢。めちゃイケフードコート内で販売されていたみなか丼とみなか汁。ご飯が青いのが特徴である。フジテレビコンちゃんてんちゃんの企画として2012年12月15日から2013年1月6日まで開催されたお台場合衆国プレゼンツキラキラウィンターランドで 出品するためのオリジナルメニュー、ナカド丼を開発し、2012年12月1日に放送された、めちゃにイケてる。冬も食べすぎ働きすぎ涙の2時間スペシャルにて披露した。2013年9月、東名高速道路、足柄サービスエリアで行われた企画、めちゃイケサービスエリアの総支配人に任命。2014年9月までのイベント期間中、 東京での収録以外は支配人として店舗に立っていた。2014年10月、めちゃいけの新たな企画として、荒崎人生率いる道の区プロレスで、プロレスラーを目指すことになる。テスト制という形で、仮入団し、道の区プロレスの合宿所に入寮。練習生になるためのテストへの合格を目指すことになった。1回目のテストは、 準備不足により不合格となったが、その後テストの再実施を志願し承諾され、1ヶ月後に行われることになった。しかし再テスト1週間前、練習がより過酷になり、体が追いつかなくなったことや、急にプロレス企画に参加することになったことへの不安、不満などをスタッフにとろし、ついには募り積もったものが爆発してしまい、その日の夜に合宿症を去り帰京してしまった。それでも、 ジャルジャルの説得により戻ることを決意し、同年12月28日に富士テレビの冬フェス、富士テレビ2014から2015道の区プロレースイン、お台場へ行き、コーチに挨拶するトリング作りを手伝うように言われた。その後、もう逃げ出したりしないことを条件に復帰を認められた。2015年1月に久々に道場に戻って、練習を再開すると帰郷して、 トレーニングを怠っていたことによる基礎体力の低下に苦しむも立ち直り、練習生の再テストに合格した。ところが、2015年7月中旬にまたも合宿所から去ってしまう。精神状態が不安定になり、怖くて先に進めないなどの理由もあり、今度は周囲がいくら説得を重ねても戻ることを固くなに拒否した。企画はこのまま再開されることなく終了した。 もともとお笑い芸人を目指していたみなかは芸能事務所への書類申請やオーディションへの参加などプロ芸人への転向を模索しており2015年末に高校時代の同級生である薄木ひろしと共にワンンハドレッドを結成後日二人のラッキーナンバーである3にちなんでコンビ名をサンプライズに改名する2016年2月19日 吉本クリエイティブエージェンシーに所属することが発表された。しかし、バラエティ番組から与えられた企画を放棄しておきながら、お笑い芸人を志望したり、本来素人としてメンバー入りしているにもかかわらず、プロに転向しても引き続き、番組に出演する気でいるなどの行動について、かつて新メンバーオーディションで三中とともに、 最終選考まで残っていた大の字の大地陽介やめちゃいけのレギュラーメンバーである浜口優と鈴木サリナからは反発や疑問の声が上がった。同年2月27日のめちゃにいけてる。真冬に汗をかきまくれ国民投票だよ全員集合全力の生スペシャル。にてプロの芸人としてめちゃいけに残留するか否かをかけた再オーディションを行うことが決定した。 当日の生放送では、サンプライズがネタを披露し、視聴者がデータ放送やスマートフォンで投票し、合格、不合格のどちらかに投票できるという形式で行われた。約63万票の投票を集めた結果、合格票が過半数を満たせず不合格となり、3中のめちゃイケ卒業が決定した。番組終了後、フジテレビのネット配信番組である。 ゼロテレビ、めちゃに試してる。にて残念会が開かれた。出川哲郎の助言もあり、コンビ名を正式に D ボタンに改名する。翌日の2月28日、山中は相方の薄木とと、これが D ボタン、そして山中のプロ芸人としての初仕事となった。同年三月三日、D ボタンとして人望町月新ユニット結成、概要発表会見に出席し、 めちゃいけ卒業後初の漫才で新ネタを披露した。同年3月12日、この日のめちゃいけで山中の卒業企画が行われた。2017年2月14日、劇団サンランポリニヨンアターを立ち上げ、舞台役者としての活動にも力を入れるようになる。2018年1月4日、d ボタンの解散が発表された。山中は今後も芸人として、 活動を続けていく決意を示し、2月1日よりピン芸人としての活動名義を d ボタン3中に変更する。めちゃいけ終了後はネット番組スーパー特撮ナイトに出演。特撮オタクとしての一面も見せ、深い知識を披露した。その後特撮関係の仕事やイベントにたびたび出演しており、またアニメ作品スリーシェオル。 グリットマンのイベントへの出演も報道されており、その中で原作となった、電光超人グリットマンのロケ地巡りをしたというエピソードを披露している。2019年9月1日、特撮芸人、KU とお笑いコンビ、スーパーヒーローを結成。2020年7月24日、スーパーヒーローの解散が発表された。過去の出演番組バラエティ、編集ドラマ、 編集劇団名が記されていないものは、すべて三段ポリンヨガアターのもの。注釈出典。ありがとうございます。